バウミュージカル、グランサス・ソのユリは、宝塚歌劇団星組により1991年9月15日から9月29日に、宝塚バウホールにおいて上演されたミュージカルである。作、演出は、小原博都白木彩香が、バウホールで、初ヒロインを演じた。第二次世界大戦中、イタリアの山頂ホテルを舞台に、イタリア海軍士官とホテルの娘の秘連物語。 リラの壁の囚人たち、通論のバラと合わせて、通称、第二次世界大戦レジスタンスシリーズと呼ばれる。作、演出はいずれも、小原博士、白百合の花束を抱え、アントニオが、ホテル、グランサッソを訪れる。ステラと再会し、かつて、この場所で起きた、悲しい出来事を回想する。1943年8月、 ロープウェイを止めれば登頂不可能と言われる山頂ホテル、グランサッソに、イタリア前首相ムッソリーニが、イタリア軍により監禁された。公害を避けるため、ホテルの従業員や、宿泊客は無期限下山禁止を言い渡された。人々が困惑する中、ホテル支配人、フェデリコは一行を受け入れる。ムッソリーニを護送してきた部隊の士官、アントニオルジアーノは、 他の隊員とは馴染まずいつも一人でいることが多かった。ホテル経営者の幼女、リリーはそんな彼を心配する。やがてお互いに心に秘めた悲しみを話すうちに、お互いに惹かれ合い、次第に愛し合うようになる。ホテル長期宿泊客である、公爵クレージョステラもまたアントニオに惹かれていたが、自分の思いを隠し二人の恋を見守るのであった。ホテル経営者で、リリーの養父。 ピエトロとホテルの支配人でリリーの婚約者、フェデリコは、実は隠れファシストであり、イタリア軍の目を盗んでムッソリーニの脱出計画を進めていた。そんな時、大きな事件が起こる。ロープウェイを止めれば登を不可能と言われているホテルに、登山家、オットーが現れたのである。オットーも無期限下山禁止となる。9月8日、戦争終結の方が入った。 人々が歓喜する中、登山家オットーは、実は、ムッソリーニ脱会作戦の偵察のために来た、ドイツナチ新英隊特殊部隊の隊長、オットー・スコルゼニーであると正体を明かす。9月11日夜、アントニオとリリーの王政を目撃したフェデリコは逆上し、リリーのジップがムッソリーニだと明かし、養父ピエトロと自分も隠れファシストであると告げた。 ショックを受けるリリーをアントニオが励まし、二人で南フランスの通路に行くことを誓う。リリーを取り戻すことはできないと悟ったフェデリコは、ムッソリーニ脱会作戦の日にアントニオを殺害することを決意する。翌朝、ドイツ部隊がムッソリーニを迎えに来た。もはやナス術を失った、護衛隊であったが、アントニオはただ一人、命令を果たすためムッソリーニを盾に取り、 ドイツ軍に抵抗した。そのアントニオの前で、フェデリコはリリーを人質に取り、アントニオに重口を向ける。アントニオをかばい倒れたのはリリーだった。混乱の中、ムッソリーニはドイツ部隊により解放される。そして愛するアントニオの腕の中でリリーは息絶えるのであった。アントニオはリリーとの思い出を語り終えると、彼への愛を胸に秘めたステラに見送られながら、 通論へと旅立った。役柄は出展にしていない。時系列に並べると、通論のバラ、グランサスソのユリ、リラの壁の囚人たちとなる。いずれもナチスに対する抵抗が描かれている。イタリアを舞台にした、グランサスソのユリでは、ファシズムへの抵抗が描かれている。通論のバラ、リラの壁の囚人たちには、共通した、登場人物、ピエール・バルビエリ・レジスタンスの青年が登場するが、 グランサスそのユリには登場しない。全2作品とは上演時期が異なり、舞台となる国も異なるため、姉妹作というほど関連性はないように思える。しかし、リリーがかつて母と過ごした場所として、南フランスのツーロンが登場するなど、ツーロンのバラを思い起こさせるセリフがある。3作品とも、主人公を変わって、ヒロインが亡くなる。企画、構成、執筆、 橋本正夫、編集統括、北川方、A、夢を描いて華やかに宝塚歌劇80年史、宝塚歌劇団、1994年9月9日、ISBN4 から92万4333から11から5、ありがとうございます。